皆さんこんばんは。スマイル英会話のミハイです。今は4月3日、時間は夜の11時30分ぐらい。そしてこのビデオを作ることにしました。なぜか、多分皆さんが知ってる通り、青森市にもコロナウイルスの感染者が出たので、そのために皆さんとまた英語の勉強を続けたいので、けど今までみたいにここで一緒に遊ぶことはできなくなるのは残念なので、英語のレッスンを続けたいんです。それはオンラインでやりたいと思います。確かにオンラインというと難しいでしょうっていう考えが一番先に頭に浮かぶと思いますが、できるだけ分かりやすく、やりやすく、みんなできるように説明したいと思います。今夜あるソフトを購入して、そのソフトを使って皆さんと一緒に、まあ、個人レッスンでもグループレッスンでもまた英語を続けることを考えています。そのソフトは Zoom と言います。そして一緒にレッスンを続けるために、そのソフトは自分の携帯もしくは自分のパソコンにダウンロードすることが必要です。登録は必要ないです。ダウンロードした後に特別な登録はしなくても大丈夫です。それが僕の方でやります。そしてレッスンやるときはリンクを送ります。携帯もしくはメールの方にそのリンクを送ります。そして皆さんがそのリンクを押すと、オンラインの環境でまた会えることができます。携帯でやる場合は iPhone だったら Apple Store の方から Zoom というアプリをダウンロードしないといけない。 Android だったら、Play Store と言いますね。 Play Store から Google Play から Zoom というアプリをダウンロードします。パソコンだったら同じように Zoom ZOOM っていうホームページを検索して見つけたら、そこからソフトをダウンロードします。まあもちろん今までのように同じ部屋、同じ空間にいてレッスンができることはならないんですが、声、ビデオ、それからソフト、それからゲーム、今までみたいに音楽を通じてまた英語の勉強を続けたいです。パソコンの場合はカメラもしくはマイクの設定が必要になるかもしれないです。まあ最近のパソコンだったら多分自動的に設定されます。とりあえずこれからでも英語の勉強を続けたい方には、今すぐ Zoom っていうアプリを携帯もしくはパソコンにダウンロードしてみてください。そして近いうちにまた連絡します。皆さんとオンラインの環境でもまた会えることを楽しみにしています。これからも元気にみんなと会って何があっても進みたいと思います。これからもよろしくお願いします。 See you!